壁というのはできる人にしかやってこない。超えられる可能性のある人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。イチロー。神様は私たちに成功してほしいなんて思っていない。ただ挑戦することを望んでいるだけ。マザーテレサ。一つ一つの悲しみには意味がある。時には思いもよらない意味がある。どんな悲しみだろうと、それはこの上なく大切なもの。太陽がいつも朝を連れてくるように、それは確かなこと。ウィル・コックス。女性作家。晩酌尽きたと思うな。自ら断崖絶壁の淵に立て。その時初めて新たなる風が必ず吹く。松下幸之助。パナソニック創業者。世界には君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くかと問うてはならない。ひたすら進め。ニーチェ。ドイツの哲学者。過去ばかり振り向いていたのではダメだ。自分がこれまで何をして、これまで誰だったのかを受け止めた上で、それを捨てればいい。スティーブ・ジョブズ。アップル創業者。私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。トーマス・エジソン。アメリカの発明家。束縛があるからこそ私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ私は高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ私は走れるのだ。涙があるからこそ私は前に進めるのだ。ガンジー。インドの政治指導者。誰もの心に何かに向かって燃える火があります。それを見つけて燃やし続けることが私たちの人生の目的なのです。メアリー。アメリカの元体操選手。
太陽の光と雲一つない青空があって、それを眺めている限りどうして悲しくなれるというの。アンネ・フランク。ユダヤ系ドイツの少女。名誉を失っても元々なかったと思えば生きていける。財産を失ってもまた作ればいい。しかし勇気を失ったら生きている値打ちがない。ゲーテ。ドイツの詩人。人を信じよ。しかしその100倍も自らを信じよ。手塚治虫、漫画家。成果が出ない時こそ不安がらずに、恐れずに、逆らわずに一歩一歩進めるかどうかが成長の分岐点であると考えています。羽生善治。日本の将棋棋士。柔道の基本は受け身。受け身とは投げ飛ばされる練習。人の前で叩きつけられる練習。人の前で転ぶ練習。人の前で負ける練習です。相田みつを。詩人、書家。才能で負けるのはまだ言い訳が立つ。しかし誠実さや勉強、熱心、精神力で負けるのは人間として恥のように思う。他では負けても、せめて誠実さと精神力では負けたくないと思う。武者の工事実篤。人間は真面目に生きている限り、必ず不幸や苦しみが降りかかってくるものである。しかしそれを自分の運命と受け止めて、辛抱強く我慢し、さらに積極的に力強くその運命と戦えば、いつかは必ず勝利するものである。ベートーベン。ドイツの作曲家。どうして自分を責めるのですか。他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。アインシュタイン。理論物理学者。心配事の 98% は取り越し苦労だ。藤村正弘。マーケティングコンサル。
困難を予期するな。決して起こらないかもしれぬことに心を悩ますな。常に心に太陽を持て。フランクリン、アメリカの政治家。人は何度やり損なってももう一遍の勇気を失わなければ必ずものになる。松下幸之助、日本の実業家。いいかい、怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだ。岡本太郎、芸術家。勘違いしちゃいけないのは、下に落ちるということが進化していないということではない。下に落ちるのも次に登るための変化かもしれない。登るために落ちることが必要なことがある。本田圭佑、サッカー選手。何でも思い切ってやってみることだ。どっちに転んだって人間、延べの石ころ同様、骨となって一生を終えるのだから。坂本龍馬、幕末の藩士。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。